舞とめきちの〇〇を買う。いやなんか光栄ですよ。いやこちらこそです。ようやくですよ僕からしたら。そうですね、工藤舞さんと番組をやらせていただけるまでもう僕もついに上り詰めたかなと。この番組すごいかけてますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。でもちょっといいですか。はい、あの結構舞さん和気あいあいとしてるじゃないですか。はい、この番組のルールとかご存知なんですか。ざっくり聞きましたが、はいはい、なんかちょっとこれを機に不仲になるのが嫌だなっていう心配だけが若干あります。全然ざっくりじゃないじゃないですか。結構ちゃんと聞いてるからそういう不仲になるとか思ってる。いや聞いてるんですけど、はい、細かいことまでは。なるほど。大まかなルールは知ってますが、はい、ちょっと細かいことまでまだ知らないです。わからないですか、はい、じゃあそのざっくり知ってるルール説明してください、はい、僕横からちょいちょいざっくりフォローしていきますと対戦対戦ですね。対戦はい、まず1点目は対戦、はい、2個目が、はい、勝った方が、はい、好きな方のサイコロを振る。好きな方のサイコロ、もともと1000円のサイコロと5000円のサイコロがある。あ、そう、補足で足しといてくださいね、はい、足して、はい、で、サイコロの出た目と、はい、その専用のサイコロがその1000円と5000円の、はい、かける目で、はい、視聴者の方にプレゼント。なるほど。あとはあ、まあ牽制し合えばいいのかな。あ、ほんまにざっくりですね、はい、あのスタッフさん大丈夫ですか。新番組の時とかってやっぱりしっかりあの説明していただかんと、こんな感じでニコニコしながら来はりますと。いや、この間入念に打ち合わせしたじゃないですか。でも私がやめてもらっていいですか。まあそれで視聴者プレゼントすると、うん、まあ、ここまでは OK なんですけども、もう100点じゃん。100点満点なんですけども、はい、これね、ちょっとね、やっぱりあの我々やっぱ前さんには120点いってほしかったっていう。120点120点いってほしかったんですよ。あの若干の変更がございまして、なんとね、はいはい、あのお邪魔カードなるものが用意されたという話で、はい、はい、この間の打ち合わせの時それなかったですよね。全くなかったですよ。だから僕も今さっき車の中で急に聞いてびっくりしてるんですよ。で、はい、これを今から引くでいいんですかね。なんかこの実践中にそのお互いの邪魔ができるカードらしいんで、これをお互い持って実践中に使うも使わへんも、まあ個人個人の判断に任せるということなんです。じゃあこれくらいします。じゃじゃん、もう見ていい。僕もじゃあまだまだ僕も先に言います。はい、じゃん、僕これね。じゃあせーので見ますか。はい、せーの、ドン。これはまずい。あー、なるほどね。で、舞さんが打てない。で、30分間台に触ってはいけない。これってもし調子が良かったらだいぶロスですよね。え、これは僕に使えるわけですよ。あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。理解した、理解した。1回目はこんな感じで申し訳ないですけど、そうそうそう、これは何ですか。僕打ってほしいのと、うん、指定された台を500ゲーム以上打たなきゃならない。迷惑なカード引きましたね。これだいぶ痛いですよ。これ500ゲームとか、え、私これむしろいいカード引いてあげたんじゃないですか。まあ状況によってはね。だからこれを実践中好きなタイミングで使うことが可能ということなんで、まあ使わないという判断も OK なんですよね、はい、ということなんで、まあとりあえずもう再生率も始まっちゃったんで。そうですね、はい、急いで、バタバタした感じではございますが、はい、行きましょう。じゃあ、はい、舞さん、はい、ガツンと一発目可愛らしく。何を可愛らしく、そんなキャラじゃないから普通に始めなさいよ。どうぞどうぞ。じゃあ怒られても。はい、というわけでじゃあ1回目の〇〇を買う、はい、1戦目いきますんで、皆さん最後までどうぞお付き合いください。いってきます。よーし、わかった、ザクロや。ザクロ行ったら攻めるで。はい、今回舞とめきちの〇〇を買う、記念すべき第一戦目はこいつ、バーンと乙女妖怪ザクロ、名機です。いや終わりやん。めちゃいい締め方やったやん。名機ですってなんかいい感じやったやん。はい、それでは、乙女妖怪ザクロの実戦スタートしたいと思います。あ、よかったー。もう怖くて怖くてね、ここがなんやかんや言いながら、ここがもう数字ついてる状態やったらどないしようかな思ってたんで、なんとかこれで打てるんでリセットです。いきます。これ
信頼のスーパーミラクルジャグラーで朝一出玉を作ってから、まあ台の挙動が良ければそのまま打って、厳しそうであればこの出玉を元に AT 機とかに移りたいと思います。頑張ります。ではマイとメキスの〇〇を買うの第1回目、そしてスタートの機種はこちら信頼のスーパーミラクルジャグラーで頑張りたいと思います。コメキチ君がザクロということで、結構あの破壊力のある台らしいんですよ。なんですが私はこれがもし高設定で積もれた場合は、まあ、安定のジャグラーの強さを見せれたらなと思います。はい、こちら乙女妖怪ザクロなんですけども、まず天井がねモード A モード B と、1280ゲームプラス全長8ゲームと若干ね、ちょっと重ためには、深めにはなっております。ですがザクロモードこちらが選ばれた際は、もうその名の通り396ゲームが天井ということになっておりまして、で天国の場合は最大で、128ゲームと、いうことになっております。36ゲーム追加で8点。あ、チャンスアップですね。この猫みたいなのがいるっていうのは繰り上げ、あった、あった、あったよしよし、40ゲーム総投手2本で当たりましたね。おそらく追加からと考えてええんちゃいますかね。やりました。なんすか何がやだ、今のガッツポーズじゃないですか。僕の喜びを最大限表現したんですよ。あ、さあ、はい、来ましたね。まあ本来なら2択なんですけども、多分これハマったからかな、なんか多分恩恵かな。まあ赤7、いい方が来ました。まずじゃあこれでいきます。はい、というわけでヨーヨーラッシュの赤色の方いきます。うん、アウンチャレンジ、ゲーム数を決めろと。なるほど、あれでバンってひっくり返ったなんかありましたよね。トータル40ゲームヨーヨーラッシュ40ゲームスタートいきます。さあラストゲームどうなる。あ、金色、あ、ヨーヨーラッシュ鬼いきましたね。そう、赤はまあベルだけでもいけるんですよ。はい、はい、これで継続の、演出ですね。これ確か強い方やったと思う。まあストックなんかあるわけないんでね。はい、というわけでこれでおしまいですね。はい、というわけで獲得が2セットで、まあゲーム110ゲームの247枚でした。おお、当たりました。 OK OK、 14ゲーム持ち玉で素晴らしい。ただこののっぺり当たるっていうのがまたこれのいいところでね。あ、また赤7。行きましょう、きっちりまた鬼に入れてね、出玉増やしていきましょうね。レア子役の画算33分の1ぐらいなんで、まあ引けるんです、普通の引きしてりゃ。あ、レア子役
スイカ50、ありがたいですね、上手。はい、トータル80ゲーム、赤7、80ゲーム、赤のヨーラッシュ80ゲーム、まあ鬼入れれるでしょう、ね、ありがたいです。あー鬼レインボーになりましたね、あの周りはレインボーにならなかったです、ここがレインボーになってますね。はい、鬼来ましたね。はい、ということで8ゲーム終わりましたけども、安心安全のヨーヨーラッシュ鬼のスタートでございます。はい、鬼いきます、50ゲーム。で、継続のこれチャンスアップやったと思います、知らん間にストックがあるのかも。まあでも最後のカットインでだいぶあれなんで、この次ですね、あ、違いましたね、この次ですね、あかん、これはもう大丈夫でしょう、大丈夫です、セーフティーセーフティー。はい、2セット目いきます。どこでストックしたのかもう全くわからないですけども、よかったです。はい、ちょっとね、開始1時間経過したんで、あのマイさんのところにちょっと様子見に行きたいと思います。今僕結構あれじゃないですか、プラス500枚ぐらいで、マイさんがこれ仮にマイナス500枚ぐらいいっとったら、いってはったら500ゲーム俺が指定した台回さすっていう、あのカードを使ってもう勝負を決めてしまうっていうのも全然ありな作戦ですよね。中途半端やったらちょっと待ってみようかな。あ、来た、やっとやっと来ました、投資6本目で。キックです。ひとまずよかった。あ、先ペカ203、ちょっとチェリーかどうか、チェリーじゃない、単独でした。またピックでした。どうすか。え、あんまり正直今のところ全然当たらないっすけど、全体的にジャグラー良さそうなんで、スーパーミラクルジャグラーは。なるほどね、ちょっと様子を、まあ出玉もあるし、出玉もあるし、出玉もある、ちょっとまだある。え、プラってんすか今。あ、プラってるんすか。まあちょうどぐらいじゃないですか。ちょうどか。え、とめきさんは。僕っすか。僕プラってます今。まあまあまあ、まあ、いいっすよ、 OK です、わかりました。何わかりました。いや、何もないです。どうぞどうぞ打ってください。どうぞどうぞ。前代系ではなさそうな雰囲気があるっていう。え、今まだまだやんな。どうせ使うならなんかもうマイナス2万ぐらいいかはったところで使うた方が。今じゃない、なかったね。はい、というわけで何の保証もない継続バトル、雲じゃない方。あー、チャンスアップ、赤カットインで、赤カットインで、ザクロ君、青かだ、あかんかった。はい、というわけで5セット320ゲームの955枚の獲得でした。これさっきと終わりの画面ちゃうの、なんかあるんかな、なんかあったかな、忘れた。まあ行きましょう。
やまさかの1枚消えました。あ、引けた中段チェリー、嬉しい。イエーイ、ちょっと私初めて見たかも。あー、びっくりした。よそ見してたら名前にしちゃった。よかった。164、またビッグでした。あ、よかった。うー、じゃあ105回転まで回したんでやめましょうか。ちょっとね、寝台のスーパーメラクルジャグラーずっと打っていたかったんですが、ちょっと厳しそうな感じになってきましたので、出玉も500枚ちょっとあります。ここからまた1からっていう気持ちで今から AT 機に挑みたいと思います。では移動。待っていたぞ。対戦ですねこれ。だからチャンスアップです。ただ桜は3つものにしたいな。ここあーやられた。あーちゃん復活ですね。天国まだ続いておりました。よーしよ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 し、よーし赤まで来ましたね。さすがにあんだけいろいろ入れたらね。はーい、赤七、美しい、やっぱ美しいですね。白にはない良さ、いいです。じゃあしっかり鬼入れましょう。ここのゲームスも大事ですからね。はい、50ゲームいきましょう。これで8点よね。はい、敵はあチャンスアップ、まだチャンスアップ、大丈夫。なんかちょっと強いぞ。さあ赤、青か、大丈夫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 やぞ、大丈夫大丈夫。ああ頑張った。おもちゃも開いてる。ハゲキチさん出てます。ゼロゼロでは、こもんちゃんまでまた一からの気持ちで頑張ります。ちょうど出玉的にも、まあ、500枚ちょっとで、どうしても500枚なので、まあ本当にプラマイゼロ今。でもね、とめきちくんの出玉が今私から丸見えなんですよ。おそらく投資3000、まあ150枚のまま出玉が1000枚以上あるので圧倒的に負けてます。ああ、びっくりした。110
20溜まったところでちょっと赤の飲料箱が団子以外ありえます。きなりあっ、そう本当だ。はい、当たりました。何しよう。さあ、表の挑戦します。ジョグを回すのじゃ。こう、あ、お願い。あ、どうして。よかったよかった。うからじゃなかった。
で74ゲーム8点これがチャンスアップの方戦バトル。おお桜は3つり倒した。まだ天国いましたね。はい76ゲーム持ち玉で撃退成功と。これも今日終わるまで多分天国おんな。えぐいな。こんなことがございますか。いまだかつて私4号機時代からスロット打ってますけどこんな天国ループするだい。なかなか出ようたことないですよ。さあどっち。右さっき右やったよな、うん、俺も右な気はする。あ今日もやっぱ赤揃いでは勝てますね。あじゃあ頑張って鬼入れましょう。鬼ね鬼。えまた当たってるよ。これいっぱい乗せたら。何ですか。あ打てない。あ、まあ、別にいいですけど。いやいいですよこれ お使いになられる。使って30分打てない間に何とかしたいの。何とかしたい。なるほど。じゃあ工藤さんにこれ使われたんで私30分打たずに。ただこうなる前に向こうが仕掛けてきたのであれば僕もじゃあ使いたいと思います。じゃあちょっとこれ僕も使わせてもらいます。僕があの休んでる30分間僕の指定した台分回しといてください。最悪。じゃあちょっと探してくるんでちょっと待っといてもらっていいですか。じゃあもう打たないわこんなの。僕の30分はもう始まってるんですよね。いい勝負にしたいからこうやってやってるのにこれ負け差がいなくじゃん。 いい勝負とかじゃなくて僕、ま、負けたくないんでちょっと全力で勝ちに行きたいと思います。早くして早くして早くして。じゃあ今から30分ですか。さて何しようかしら。あ地獄見てもらいましょうかね。これはまあきついらしいんでじゃあこれ打ってもらいましょうかね。はい。ちょっとじゃあ台押さえて工藤さん工藤姉さんにね。はいストップです。ストップです。はい決まりました。何ですか。台ちょっとこっち来てください。今から工藤さんが500ゲームマスターはこちらです。ドンマクロスフロンティア3。はい。こちらを500ゲームわかりました。回してください。 OK です。打ったことないんで神聖な気持ちで打とうと思います。いいよ。めっちゃ怒ってはる。怖い。工藤姉さんが怖い。いいよ。いいよ。怖いけどこれは心を鬼にして勝負に負けたら元も子もないんでね。しょ鬼になりますよ俺。あのカードを使わなければこんなことにならなかった、まあ、自業自得だわな。しかもその指定された台を500ゲーム以上500ゲームは回すっていうのを引いたトメちゃんの引きだからね。ということでトメキチ君が選んでくれたこのマクロス3で500ゲーム打ちたいと思います。かなりロス。マイさんが取らはったカードの圧倒的弱さよね。ただの休憩ですからね。そう仮にこれじゃあ30分間ちょっとまたマイさんも多分使いどころ間違ってはる。なんか当たった瞬間に突発的に使わはったけど俺あれ使うんやであれば今この差やったらあの自分が当たってて俺が通常俺も当たっちゃったみたいなところで俺に手止めさせて自分がこうラッシュを、しかもあの順増が高いんであっち差を縮めるっていうそういうカードは思ってたんですけどまさかちょっとそうなんよ。1個前の ART をねそう
で使ったらよかったんちゃうかなと思って、ちょっとまあでも悪いことしたなこれな、なんか心が痛いわ。とりあえずじゃあまあ回してきます。豪華だね。おうおうおう、まただ。あ、さっきのエアゼリー。おおお、歌いまチャンス。チャンスゾーン。You get a chance. シリル救出作戦。地とかも真っ白。いきますよ。はい、残念。きつい。30分戻ってきたんで。とつけ。ほんまっすよ。ちょっとじゃあ今から。これちょっとあの助けてください。じゃあほんま申し訳ない。あのカード考えたやつがもうあいつお前やな、うん、あれあのカードがえげつなかった。あと半分だから、あ頑張るわ。頑張る。言ってた。あ、ボーナス当たった。あ、あ、鳴らす、ならない。ならんかった。ああ、つらい。ちょっとこのコインで当たりました。まあ当たらないやつね。きっとさっきのキュンキュンの方が熱いんだろうね。ティーンテンテン、またお祈り。お疲れです。あーでもこれで1000円サイコロ選びにくなったな、精神的なところで。あ怖いな。まあいいでしょう。おー60ゲーム結構ごついですね。あー鬼イエース、これでとりあえず鬼は確定でございます。はい、ラストでこれで鬼いきました。はい、よよろしく鬼いきます。もう今日何回目かわからん。いきましょう。で継続バトル、またチャンスアップ。残念と。はい残念。はい、160ゲームで305枚でした。いきましょう。あーチェリーして来ましたね。おそらく V かな。はい、ありがとうございます。でここでスイカで V、84ゲームボーナス確定、ヨーヨーラッシュ。ちょっと正直怖くなってきました。
入れ入ってくださいとか、もうなんかそんなんじゃない、左やな、自分の声にしたが、ああ。たまにはひっくり返ったりしてええよ、うん、そう簡単にひっくり返らんね。60ゲームいきます。ここで強チェリー一撃で一発目にいきなり強チェリー、いいですよ、こんなもんいくでしょ、イレギュラーすぎて木の扉なんて大丈夫、行く、ほら行った、よし、行くな行くなって期待したやろ、今顔見てたら分かりますよ、ちゃんと行きますから、はい、4人行きましょう、レアベルが来て、チャンスベルが来て、あ、4人揃った、あ、ただ8点ってだけね、え さらっと来すぎやろ、さらっと来すぎやろ、こんなん、はい、残り10ゲームと出てますね、4円ラム、俺ちょ待って、ひょっとして押し順ミスした、えだけやんな、この4円ラム10ゲーム間にカットインが来ます、そこで何択やったか、3択か6択当てたら覚醒っていう特化ゾーンに行くという、だから1回も揃えられへんかったら終わりです、ただその代わり強力なんで行きます、いきなりいきなり来た、俺は中から、最後ーさ、ハハ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 、スイカカモン、スイカ、あ、なんか来た、あ、なんかいた、なんかいた、スイカ、スイカ、来い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 、なに、え、ちょっと待って、20な、なんか50ぐらい乗ってくれる思ったが、まあ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 、うわ、来た、やっぱりね、はい、12分、はい、で続きます、ずっともう同じの言った方がいいな、これな、これ多分6択やな、うわー惜しい、もうちょいその手前せいやうわあのまま行くべきかな、俺中左右な気がする、あーでも後悔しそうやな、後悔しそうやな、行こう行こう、いやもうくっそ、でも十分やろ、十分ですよ、いやーやっぱ妖艶乱舞恐る覚醒恐るべしですな、ね、チャンスリープ、遅いな、え、なに、さあ来ました、2回目、よし、あっそれということで、どうしようも決めていこうか、
俺なあれからずっと推し順ちょっとだけ軽く統計取ってたわけですよ。どうやら右ファーストが非常に多いこの台、右のハサミもしくは右から逆押し、ハサミの方がかっこいいな。セイセイセイ、うわー頭、いやー違うね、ラスト頼む、セイセイセイガこれなんすよ。しゃあお兄さんめっちゃ連チャンさせてったな。いやもうこれ以外逆転の見込める台がないんです。もう嫌な予感しかしない。あー当たった当たった。嬉しい、あよかった。いや実は嫌な予感しかしてなくて、あでもまだ当たったわけじゃないんで、とりあえずトマトが揃いました。あーすっごいドキドキする。こっからです。あ怖い、あーやばい、もう転落目っぽいの出た。もうね私この間本当に奇跡的なぐらいの確率でトマトチャンス引いてから一回も当たらずにっていうのが、とりあえず500ゲームぐらい回して1回だけトマトチャンスが来て、それで仕留めた感じですね。よかった、え、よかった、あ、よかったよかったよかった。ピンチ目怖いよ本当に。あーマジすっごいドキドキしてる。ああ焦ったけど、ではやばい、やばい、一発目からこれです、やばいの、やばいです、2発引いてます。あーやばいやばい、
ぽい。あー、終わったっぽいな。終わったっぽい。終わったっぽいです。すごく。あー、終わったっぽいですね。終わりました多分。ということで、まさかの1ゲーム目に出たピンチ目でそのまま落ちてしまいました。なのでここで私は試合終了にしたいと思います。ちょっとあの勢いだったらまだいけるかなと思ったんですが、ここで終了です。お疲れ様でした。金扉開いた。どうした、これか。妖艶乱舞来ましたね、弱者エリーから。さあもう男の逆ハサミ、これぶっ通していきましょう。せいせいせい、よーしゃー、よーいしょーっと、いきましょう。じゃあ学生やりたい放題や。乗っけてくわよって。あー、ジャクチェリーね、ジャクチェリー。はい、30ゲーム元岡よ。めちゃうまい、めちゃうまい。あー、今日チェリー。あ、そうか、赤の方が乗りやすいんや、ゲーム数が。せやせや、そんなんやったわ。はい、結構乗ったんじゃないかな。ずっとこれでいこうか。押しな気がする。ほらやりたいよ、ほら。240ゲーム、よいしょよいしょよいしょ、素晴らしい。もうこんなもん、もうあとはもう演出を全部総カットや、ぶん回し。はい、継続バトル。ここまでチャンスアップはゼロで、青カットにどうなるで、やられてラストゲーム中引いた。アイちゃんリプやって終了と。900ゲームの1909万を獲得となりました。
はい、というわけで、まあ、まだ天国中なんかもしれないですけど、一旦ここで、まあ、時間タイム切れ、タイム切れちゃう、いろいろ混じったタイムアップということでして、私留吉の、1戦目の実戦ここで終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。もうさ、これ結果発表いきますしなくても分かってる。いやいや、そんまで分からないですよ。ムカつくな。僕ずっとディレクターにケツ叩かれてたんで、ちょっとまだ危ないと思うんです。いやいや、いや、もう留吉さんがマクロスを選んでくれた時以外、私の様子を一回も見に来ることなく、しかも私がチラッと見ても視野にも視界にも入れてくれない感じからして、完全に眼中に入ってないなと。じゃ眼中にじゃないんですよ。入ってないぐらいもう展開が良すぎてるから。そうだ、もうぶん回さねばと全力で倒しに行った結果ですよ。もうやからさ、様子なんか見る間にこう一回転でも回さないっていう。私ずっと見てましたよ。ちょくちょくディレクターからこっち見てはりますよ、こっち見てはりますよ。なのに無視してたの。無視してました、ね、ひどいわ。これって結構私から言った方がいいんじゃないの。いや、もうそうですね、じゃあお願いします。そうだよね、はい、いや通常時にさ、カードを使っても意味がないと思ったの。だから当たってる時に出玉を増やすのを止める方が私はいいかなと思ったんだけど、まあそれが裏目に出てしまって、なるほど。で結局最後、まあリノで一回来たトマトチャンスを仕留めて、はい、それがちょっとだけ続いて、その結果780枚、はい、回収なんですけど、投資が1150枚いってしまったので、はい、マイナス370枚でした。あ、意外に、うん、なんかもうちょっといってるイメージだったんですけどね。気持ちはそんな感じですよ。で、まあそれに対しまして僕なんですけども、いや、なんか申し訳ないです。言うことあるっていうぐらいの赤ですけど。いや、もう語ることなんか何一つないです。もうただただ俺の実践動画を見てくれとしか言えないんで、うん、投資が150枚で回収が3522枚の、収支が、プラス3372枚と約3002枚の勝利ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、でも私はこれをねプラスに考えたんですよ。これ初回じゃないですか。3372枚プラスにしてくれたってことは、男気を見せて5000のサイコロを振って6が出てもまだプラスっていうところで、まあ、ここにありますよね。だからこういう、これが5000円のサイコロで、これが1000円のサイコロ。そうだから、私はこういろんなね、ツイッターとか、まあ、直接会ってもそうなんですけど、留吉さんにされてたねと、いうことで結構言われるんですよ。しかも昨日の夜その話に行くんや、こうやってビャーンって。そうで何の話をしてんやろう思ったら、その話ね、追撃かのように。しかも留吉さん2回もしたらしいよっていう代償をこれで支払ってくれるのかなっていう。あ、マイさんは、うん、もうはっきり言っちゃいますよ、うん、マイさんは頭でしっだけで金を取るみたいな感じのスタンスなんですか。うん、違います。違う。そんなことありますか。俺がっかりした。違う。俺マイさんってめっちゃいい人や思ってたのに。聞いて。俺ちょっとそれはもう許せん。俺1000円のサイコロ。あ、もう許せん。それ聞きなよ。早くない？いや、もう僕揺るがないですよ。それ最初から違う。知ってた。私がどんなことを言おうとこっちしか振る気なかったでしょ。いや、そんなことないですよ。全然。優しく3回目もいいよって言ってくれたら全然こっちにしようかなって思ったんですけど、ちょっと残念ながらなんかちょっと2回もやってるし5000の方振れやみたいな。ちょっと俺も勝ちにできて、もう違う、最後まで聞いた方がいいよ。いや、別にそれでいいんですけど、はい、3回目するなんて私一言も言ってないですよ。それはもう自由なんで、脳内でどうするかは。大丈夫ですけど、僕はもうこれいきますよ。そんなだって初回から急に男気見せますが、もうだってもう一つ言うときますよ、俺男気のかけらもない男なんて。敵入れました。あ、もう全然敵っていうか、なんかまあいや普通に買ったし、ちょっと今日はこれで行こうかな。いいな。それでどん番組がどんな店行くんですか。え、何がですか。買ってどんな店行くんですか。どんな店って別にどこも行かへんわい。じゃあ何の話ですか。はい、でも私はもう負けたんで、そうですね、運命を受け入れるしかないですよ。だってマイナス370枚はもう、だってこれがね、マイナス3000枚とか言ってたら、ちょっと僕も考えたけど、だから、370枚と思ったんで、
気持ちはもうマイナス5000枚ぐらいですよ。気持ちとか知らんからいやそんなことそれはダメです。はい、ほなもう早速じゃあ振っていきますか。2個振って2個2個、俺が振るのちゃうよね。マイさんが振るっていうことで。いや何でも作ったらええから好きなようにね。ね、なんかヒゲ伸びました。そう、もう一日でなんか分回してたらヒゲがね、伸びてくるんですよ。もう育ってますね。育ってますよ。はいはいはい。ほう、急にですね。僕から行きますか。そうね、あまり関係ないくらいから行きましょう。行きますよ、じゃあ。あ、ちょ難しいな、ごめんよ。そんなに跳ねるんだ。じゃあ僕のやつなんやねん、あいつ。さっきまで超眠たそうな顔しとったのに。薬飲んだのかな。急にもう。できますよ。あ、ごめん。あ、そういう感じなの。それでいいんじゃない。あ。こ。じゃあ私。じゃあこの時点で T シャツ代5000円の5000円ゲットということですね。生活しか出なさそうだな。いやもうそんなの僕しかないでしょ。いきますよ、せーの。ねえもう持ってる、マジでムカつく、マジで。本当に喜んだよ。うわすげえ、マリさんやっぱすげえわ。6分の1当てました。ただじゃやっぱ起きないですね。これマイナス370枚なんてしょっぱい結果じゃやっぱ。そう、なので、ただじゃやっぱ。なので番組に対する愛情だと思ってください。予算マックスですからこれ私の。じゃあ一つ言ったらうまいことしようとしましたけど、まだ1回目でまだ配信もされてる。愛もクソもない。いや愛もクソもないけど、じゃあ意気込みな。あ、意気込み。この番組を盛り上げていくぞっていう意気込みが数字に現れたでしょ。俺はこれ工藤前に、演者工藤前に執念やと思ってますけどね。これ、ロゴを出したのは執念。素晴らしい。いや、まあ、出すんだったらね。素晴らしい。ということで、35,000円。35,000円分の T シャツを視聴者の皆様に。結構作れますよ。で、我々はそれを着て次回から実践する。でも、その分を2人分差し引いての数字でしょう。を視聴者の皆さんにプレゼントする。あ、じゃあこれを散々着込んで最後は一回も選択しないままプレゼントしましょう。どうしたマイさん。マイさん、え、何、え、なんか、え、あれマイさんってそういう人やったんですか。あ、そういう人ですよ。え、なんかちょっと、え、なんか下に行こう。あ、行かない。あ、大丈夫ですか。 T シャツを選択しないのは下なんですか。え、ちょっと待って、逆に下じゃないのならば何の意味があっておっしゃって。何の下じゃない。なんでそれをもらったらどういう風に受け取るの。ある好きな演者さん。だってその工藤舞さんファンの人は会で家具で終わるよ、そこで。え、うってことで、はい、じゃあその T シャツのデザインを今即興で考えるわけなんですけど、これさ、ちゃんとしたの考えたいからこれ一旦持ち帰りたいよね、本当は。まあまあ、でもそんな時間はもうないんですよね。もうだって次の収録1ヶ月後やから、だいたい2、3週間ぐらいかかるでしょ、こういうの。これなんか何個か出そうよ。いや、こんなん一発勝負でしょ。いや、違う。いや、一発勝負で違う、それは違う。ちょっと待って、マイさん絵が下手すぎて。ちょっと待って、立方体描けへんし、俺初めて見たんやけど。これ真似してんだよ。いや、可愛らしい一面あるじゃないですか。ちょっと待って、びっくりした俺。ちょっと待って、これで下手って言われたら私本間もんの絵描けません。一回じゃあこれで出すわ私。その後折衷にしよう。折衷マイさん、それドンで。ね、あの人、あの人退場。あの人退場。僕いきますよ。はい、私はこちらです。ドン。何これ。僕が昔飼ってた犬です。なんで自分押すの。自宅で、あの実家で飼ってた犬ですよ、あのピンタン。じゃあうちで昔飼ってた犬も入れてよ。あ、全然いいですよ、全然いいよ。ありの間全然お願いしますよ。普通にね、あの白、真っ白の犬だったのね。犬ってそんなドラゴンボールの人みたいな輪郭してましたっけ。してるよ。ってことで、はい、え、これでいいんですか前さん。私はいいと思います。なんか、はい、まあ、こっちだけだったら留吉くん
感が強すぎるけど、やっぱ2人のそうそうっていうまだ共通点ですからね、唯一のその元々犬子を出たっていうのこれ。そうですね、名前は何でしたっけ。ビンタン、うちゴマです。ゴマちゃん、うん、下に名前とか書いておきますか。いやいや、いらない、いらない。あ、じゃあこれローマ字で書こう。いいじゃん。いいですね。あ、いいじゃないですか。なんかなんかミキハウスとかで売ってそう、うんうん、それらしくなってきましたね。ミキハウスとかに売ってそうな。ミキハウスに営業しに行きますか。そうですね、ぜひ商品化を。はい、なんかそのなんか欲しくないですか。視聴者様にプレゼントするのはいいんですけど、最初から視聴者様にプレゼントして多く払うのはどっちだろうっていうところでだけしか楽しみないじゃないですか。はいはい。でも もしこれが自分に変えるとか、相手に変えるとか、視聴者の方に変えるとか、なんかそういう選択肢があったら、進んで冒険して5000のサイコロ振ってみようみたいなのもあるかもしれない。まあ、そういうのはあるかもしれないですね。どうなんですかね、横田さん。じゃあ今日みたいな場合は6出て視聴者の方にプレゼントだったら、まあまあまあそれはねしょうがないねって思うけど、これが留吉くんに買うってなったらの場合もあるってことだよね。私結構これが出た後にカード引いて、ああ素晴らしいですね。わあ、それ泣ける。すごいですね、泣ける。そっちの方がでもなんか駆け引きとか、それで5000円分でさらに自分のもの買うとかでしょ。あ、そうか、僕もまたやるんか。番組楽しくてしゃあなくなりますね、そういう場合は。あ、なるほどね、わ、はい、かりました。じゃあ次回から、また、マイコデキジの買う、新ユニフォームが。そうですね、もう一回打ったらまた6でした。ちょっと恐ろしいな。怖い、はい、で次回から、まあ、言うたら本編みたいな。そうですね、本になるということで、ね、そうですね、制服着て、はい、やりましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。次回の収録が決定いたしました。ティアラ瑞穂台店さんにて8月12日土曜日、2回目の収録を行います。ぜひお越しください。待ってまーす。お願いします。告白するときも、あデートの時も、喧嘩の時も、ごめん仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ